ディズニー大好き夫婦アルエットです。ディズニーホテル宿泊特典のハッピーエントリーを使って15分で何ができるかという動画を撮りたいと思います。8時45分からハッピーエントリー入園できるんですが、今日は8時33分に到着しまして、もうかなりねちょっとね分かるかなっていうぐらい後ろの方です。もうハッピーエントリーの仕切られてるところのねほぼ後ろあたりぐらいにいるんですけれども、今日はまあそんなになんかある日ではないので、まあ、ハッピーエンドリーもそこまで多くないのかなとちょっと思っております。で割とね後ろの方ではあるんですよ。ね、明かりが1個2個3つ目にちょっと近いかなぐらいのところにおります。45分からハッピーエントリー入れますけれど、45分には入れないと思うので、ちょっと賞味10分ぐらいですかね、10分ぐらいで何ができるのかっていう動画をちょっと上げたいなと思っております。今後行く方の参考になればと思いますので、ぜひ最後まで見てください。今回もハッピーエントリー入って、今ここですね。入ってまずはベイマックスを目指したいと思います。多分キャラグリがこの辺りでやってるとは思うんですけど、ちょっと多分もう時間も今日はあんまりないから、今日はあんまりないというかね、結構後ろの方に並んじゃったので、そんなに時間ないかなと思うので、キャラグリちょっとできればすっ飛ばしてまずはベイマックスに行く方向でいいですか、ね、じゃあまずはベイマックスに行きます。でベイマックス行って、多分どうかな、もうなんかベイマックス終わった頃にはもうちょっと混んでそうだけど、できればそのままこっちの方のピーターパンとかこの辺りちょっと行けたらいいかな、どうだろうね、なんかどこ行けるかなっていう感じもするけど、ちょっととりあえずまず一発目ベイマックスを目指したいなと思います。その後はちょっと混み次第かな、あと終わり時間次第ですかね。ちょっとその辺りでちょっと見つつ、なんか行けそうなやつを行ってみたいなと思います。いつもさ真ん中から行っちゃうけど、今日はこっちから行ってもいいよね。こうもうまっすぐこうね。まっすぐこっちからこう行ってもいいだよね、ちょっと真ん中行っちゃうと、キャラグリがちょろっと見れるっていうのはあるけど、もう多分どっちにしろさ人すごいと思うから、もうおそらくさ私たち写真撮ったりとかできないじゃん、もうだからこのまままっすぐこっちから、このねスペースマウンテンの辺りをこう通り抜けてベイマックスを目指したいと思います。8時50分に入園しました。ここね花壇がねドナルドになってますよ。ちょっと見づらいけど、はい、行きましょう。じゃあまっすぐベイマックスに行きましょう。今日はでもなんか後ろの方だったけど、でも一応5分で入れたね。おはようございます。入ってきます。そうか、なんかドナちゃんだね。すごいドナちゃんいっぱい。なんか昨日 C だったから C のファンタジースプリングスをなんかすごく見ましたけど、今日はドナルド一色ですね。はい、じゃあさっさか行きたいと思います。多分キャラグリおそらくこの中のとこでやってそうだよね。暑いからサクサクと右に行きましょう。やっぱりあれかな、美女と野獣が混むのかな。真ん中にドナちゃんがおります。でも真ん中でやってるかと思ったけどいないね。キャラグリ正面かな、正面のシンデレラ城かもしれないですね。はい、じゃあちょっと今日はもうねキャラグリは諦めて、キャラクター会いたかったですけど諦めてさっさか行こうと思います。右に曲がっていく人も結構多いね、こう見るとね。そうかそうか、そうだそうだ。であれなんですよ、ハッピーエントリーで入るとこの時間からプライオリティパスとかは、抽選とかもできるので、とりあえずプライオリティパス取っちゃうっていうのも手だよね。私たち今急いで歩いてるんでちょっとプライオリティパス見れてないですけど。でモンスターズインクは一発目は意外と手前だからすごく混むので、あんまり正直ねモンスターズインク朝一はおすすめしないです。ちょっと混んじゃうんですよ朝一。やっぱね手前からじゃあ待てちゃおうっていうね、近くからっていうのがやっぱありますからね。プライオリティパス取りますか。バスとスペースマウンテンがねどっちも終わっちゃうね。スペースマウンテンそうかそうか、バスも終わっちゃうのか。どっちなんかどっちの方が時間早い？今だとスペースマウンテン10時15分、バズが9時25分。スペースマウンテンが10時15分、バズが9時25分。じゃあ9時の25分のバズにしちゃいますか。そしたらその後すぐスペースマウンテン取れるしね。オッケー、ありがとう、取ってください。スターツアーズですね。この辺はちょっと通過しちゃいたいと思います、私たちは。9時な、何分だった時間？ 25分。9時25分。お、いいですね。あ、じゃあさ、あれじゃない、ベイマックス終わったらすぐそれに行っちゃうっていう手もありだね。やっぱさ、今プライオリティパスあるから、そう、それ取ってください、それ取ってください、カプセルトイ。全然余裕だね。余裕だね。9時。そう、確かにそうだね、そうだね、ハッピーエンドに入ってるからね。9時25分は間に合わないから、10時の頭とか行っちゃう？どう？10時10分とか。もうさっさと行っちゃいましょう。そう、カプセルトイも昨日から新しいの販売になって、今スタンバイパスなんですよ。かぶってるけど大丈夫でしょ。オッケーオッケー、問題なしです。はい、じゃあ10時10分から35分ね。オッケー。そう、昨日ね、ちょっとカプセルトイも新しいの販売になりまして、昨日、今日、まあ何日ぐらいまでやってるのかちょっとわからないですけど、スタンバイパスが必要なんでね。スタンバイパスもやっぱハッピーエントリーの時間だと、まあ入ってる人がもちろん少ないから取りやすいですよね。ちょっとね、希望の時間が取りやすいので、今の時間に取ってしまうのがいいかなと思います。お、さすがベイマックス、それなりに混んでるかな。違う、これ美女と野獣の列だ。美女と野獣の列を整理している。美女と野獣は最後尾に向かって左側だそうです。ベイマックスもまあそれなりには混んでるけど、まだあれかなね、あれね、美女と野獣はプレショーって言って、あ、向こうです。プレショーって言って始まる前にいろいろね、こう見るのがあるんで、それはね時間が結構かかってしまうので、ちょっとね最初行っちゃうともったいないかなっていう気がします。あとね、美女と野獣朝一じゃなければ若干時間空いてくるんで、ちょっとね時間が減ってくるんで、まあ朝一じゃなくていいんじゃないかなと個人的には思いますね。はい、じゃあベイマックス並びます。この時間に抽選することもできます。どれだ、ちょっと今すごいごめん、びっくりしちゃった。でもなんかね、この時間はちょっと当たりやすいっていう噂もあったりなかったり、わかんないですけどね、そういう噂もあるので、この時間にエントリーしちゃうのも、抽選やっちゃうのもいいのかなと思います。今日はジャンボリーミッキーとクラブマウスビートしか抽選ないんですけど、両方とも当たりました。しかも結構いい席ですよ、 Bの2。これやっぱね、ハッピーエントリーの時間にやると当たる説は、私は個人的には若干信じてるので、皆さんよかったらお試しください。わからないです、あくまでも運なのでわからないですけど、割と当たることが私たちは多いよねっていう感じなので、ちょっとよかったら試してみてください。今日ちょっとベイマックスが混んでて、まだあとね、多分次の次ぐらいだと思うんですけど、今ね9時10分でもうとっくに一般の方も入ってきちゃいました。並んでる間に、スタンバイパス取るとかエントリー受付するとかで、私たち今回は今やってるドナルドのクワキーダックシティの TPA も取りたかったので、それも取れて、ちょっとゆっくり取っちゃったのもあるんですけど、3列目だったので、それも悪くないかなと。そういうのに時間使うんだったら悪くないですけど、アトラクションガンガン乗りたいんだったらちょっともったいなかったかもしれないですね、今回。ベイマックス乗り終わりまして9時16分、もう完全にね一般の人も空いてきちゃって、結構人がすごくなっちゃいました。とりあえずね、一番初めにベイマックス、本当にもっと早く入れてれば、私ね今回5分遅れて入ってるので、それよりもうちょっと早く入れてればベイマックスいいけど、5分ぐらい遅れて入るんだったらちょっとベイマックス若干微妙かもしれないですね。先ほど私たちが並んだ時は、この一番奥の列の柱123と4の間、このちょうど今真ん中ら辺ぐらいですね、そのぐらいだったんですけど、今もうね3列目ぐらいまで来てるんで、そう考えたら最初並んでよかったのかもしれないです。でも多分午後とかになるともうちょっとすくと思うので、朝一にね、普通に一般入園で入るんだったら、朝一にこういうちょっと人気アトラクションに来るのは若干危険かなっていう気がします。ハッピーエントリー15分が終わりまして、今ちょっとね、ちょうどビッグポップが空いてたんで、そのまま隣のビッグポップに買い物に行っちゃったんですけど、ちょっとね、最初にベイマックスあんだけ並んでたらちょっと乗っちゃいけないってことが分かりましたね。ちょっとね、あそこでほとんどの時間を使ってしまったので、ちょっともったいなかったかなと思います。5分経ってから入ったので、ベイマックスに並ぶのはちょっと危険だったかなと思います。もうちょっとね早く入れてたら、ベイマックス一発目行っても全然いいと思うし、そういう時だったらベイマックスいいんじゃないかなと思うんですが、5分ぐらいちょっと並ぶのが遅くなったりとかして、5分ぐらい入るのが遅い場合は、まあ、違うのに行くのもいいのかなと思いました。とりあえずその15分間の間に、まあ、スタンバイパスだったりとかそういうのは結構いろいろ取れたので、それはまあね、15分の間にやっとくといいと思うんですけど、まあ、ちょっとアトラクション並びたいんだったらもうこの時間だとベイマックスはちょっと危険だったかなというのが今回の感想です。これから東京ディズニーランドにハッピーエントリーで入園する方、ぜひ参考にしてみてください。